ということで、まあさっきのは結局ね、狼市はね、ラストウルーフがわかんないやいいだけだから、天ちゃって。俺の狼がバレようがバレまいが、俺は別に自爆すればいいだけだよ。俺らゲーム壊れねえからね、勝手に適当に狼一を天ちゃんが打っても、信頼度が下がるだけだからね。うん。あ、最悪ね、うん。 さっきはね4番釣れたから楽しかったわ <laughs> <laughs> 試合の勝ち負けはまあ朝が来ました勝てないだろうねあれはね、うん、昨夜は誰も死にませんでしたあれだね9番のプレイヤーは発言してくださいおはようございますなんか最近一番スタートっていうのが多くて なんか何言ったらいいんだろうなって考えてるんですけど、こういう気が始まってね。何やろな。まあ、あの、まあ、占い事例のできれば、とっとと出てほしいです。はい。まあ、なんやろ。ほんで、よくね、村は村らしく発言したらいいよみたいな、 感じの発言すするる人いるんですけど自分その村らしくっていうのがさっぱりわかんなくて結局まあ話をよく聞いて黒いか白いか真につけましょうっていうゲームだからなんかその村らしくとか何々っぽいっていうのがいまいち自分はよくわかんないです。 1番のプレイヤーは発言してください。さいはい、お願いします。まあ、9番に思うことは、なんか、そんな信仰論をぶつけてくる人に俺は出会ったことがありません。です。なんで、9番自身は自分の思ったことを話して、それが僕含めた村人に。 あの、ちゃんと精査してもらって、それが9番自身の村か人狼かって考えたときに、9番自身が村人なのであれば、それを認めてもらえるような精査をしたらいいかな、と思ってます。はい。なんで、2週目、9番です。以上。 2>, 2番のプレイヤーは発言してくださいはいもう一番の言う通りっすよキューバさん4000回ぐらいしとんでしょ人狼ゲームどうあるべきかぐらい分かってくださいってぐらいなんですよ、まあ、村は浮いた行動をするなって感じででそういう人がおるとその村でも強じっぽい動きをすると占い師とか、えー、22番面とかで変に新郎新郎とか追わないかんくなってきたりとか するからだから普通に9番はありのまま喋ればいいんじゃないって感じかな。村、9番が村だったらね。俺は村だから村の意見を落とすぐらいの気持ちで喋って、黒かったら釣られればいいんじゃないってぐらいです。はい。まあ、一番と一緒です。まあ別に9番の黒要素でもないけど、それを真 <laughs> 空論で喋るのかって思って笑えたっすね。はい。ぐらい以上。3番のプレイヤーは 発言してくださいはいえっ、ー、と村の陣営に少しでも情報を落とすべきだと思っている人間なのでええ霊能です、えー、まずここで一つ情報として受け取いてください霊能です吸盤のいたることは特に別に、うん、もう僕は何の引っかかりも感じなくて無白だなぐらいに 聞いてたんで正直、1、2番さんがいろいろおっしゃってましたけど、正直あんまり9番の言ったことも覚えてないぐらい引っかかりませんでしたけどね。別に1、2番さんの言ってることも普通だったんで、今のところ3人とも僕は特に色づけできるほどのことは拾えていません。えー、それなるだけ2週目からはいろいろ考察を述べていきたいと思います。4番。 のプレイヤーは発言してください, 1>, いて、まあ、1、2番とか特に優しいなってこ3番も含めてだけどね、9番に対して、気だらそうな声とかで、やる気ねえなこいつって思わなかったああ、だ、思わないんだ。村だったら思ったこと言ったらいいよとか言ってるし、いや、すごいな、俺が1、2番の尊責やったらボロクソ9番叩いとるけんね。あー優しいんだなーと思ったかな。 3番に関してもあんまり心的要素も取れないし、精査がざるやなと思ってるんで、3番にも今、例、ま、の、あ、でって出てきてるけど、印象的にはね、うん、まあ、ぐらいかな。もう考え方がそもそも俺ちょっと違うわ。思っとくけど、はい、以上。5番のプレイヤーは発言してください。さい占い八代です。はい。まあ、特段言うことといえば、俺、どちらかというと9番寄りの考えなんだよなって話なんです。 そもそもの言うなら、K 馬の言ってることって、なんか発言上において村は村らしく発言しろって、それを自分的に考えるならどういう発言すればいいんだろうっていうことに関して、俺言語化できないなって改めて考えてるんですよ。っていう派なんで、別にどちらでもいいんですけど、一番右目んみたいにそういった発言捉える方でもいいんちゃいいんですけど、俺具体的に言語化できねえなーって思ってるくらいなんで、はい。 改めて、ああ、そうだなと思って、どういう発言したらいいんだろうなっていうのが、なんか言語化できねえなって思いながら聞いてたぐらいです。はい。でぐらいですかね。8番白でーすって言っときます。はい。9番寄りなんですね。はい。うん。じゃあ、平和村になったら、まあ、9番上外したらいいんじゃないですか。ってなると、このままのあれだったら、1、2、4、7になりますけどね。 うん。まあ,あ、どうなんでしょうね。9番も、なんか哲学的ですよね。表面上だと、1、2、4みたいに何考えてるんだろうってなりますけどね。わか,かんない。ちゃんと聞いてるのか、聞いてないのか、それはよくわかんないけど、5番みたいな感じ取るような人もいるってことですよ。9番の考えはいいな。うん。だから、うん、難しいですよね。薄くような見えて、なんか深いような感じですかね。5番が、そういうふうに取るわけですから、プラスにね。 わか,かりやすくはないってね、1、2、4がね、9を否定するよ。5番1近くしたらじゃあ9番つらないしことりましょう。よ。うん、それでいいでしょう。うん。7番、のプレイヤーは発言してください。村人陣営です。特に CO ありません。えー、僕は村です。はい、えー、じゃあ、言います。すむらです。よろしくお願いします。 これで僕が、えー、村ということが皆さんに伝わったと思います。お願いします。えー、この状況、グレーの精査、皆さん難しいと思うので、のえ僕は村っていうていはい、えー、ワードをチョイスして皆様にお伝えしました。 ここからは皆さんが僕に対して精査をする番なので、その精査を聞いて2周目頑張って考察を落としていきたいと思います。5番さんが8番さんにしろ把握いたしました。失礼いたします。 8番のプレイヤーは発言してください。さい別人の人かと思ったわ。平和村だったら7から落とす。7強人世界線もあると思ってるから、何考えてもらわないと。九番,番で引っかかった、これ進行論だからあくまでまあいいんだけど、9番ってさ、まあ、トップ1で、まあ、最近多いんだと。何を言っていいかわからないと。ただ、占いと霊能だけは1周目から出てほしいという発言ってさ、はい、要は1周目から出なかったときに、<laughs> あの9番自身、これが村か狼かっていうところはさておき困った場面形成ができたわけでしょとか頭が回らない考察がなかなかできなかったっていうまあ良くない現象が起こった人が9番やと思ってるんやけど、まあ、その中で何を言っていいかわからないってそもそもならんと思っているで一番比較的に村かなと思ってるこれ一番から経験則の中で9番っていう人に出会ったことがないんじゃないかなと思思える。だからこそ あの9って、まあ、どういうふうに測っていいかわからないって言ってる様がまが、あ、1番9番スリーャ目線に見えたから1村かなと思ってる以上9番のプレイヤーは発言してくださいあの、あのー、違った意味でもうゲーム壊れそうない雰囲気。4番9番っ でも9はリア強じゃなくて多分眠ってんだろうねなんか9ずりましょう。7番はしいけど 1, 番い1番のプレイヤーは発言してください。発言してくだい。はい。まあ騎士いないですかあマークか。歴史<他>はマーク見てください。いないんであればもう、面倒くさいんで、気はも,も除外して精査しますね。うん。振らない。 えっと、はい、<ー>もうマークでちょっと八番とは意見違うけど、うん、<laughs> 俺、次7番があの場面でつ揺らしをしたことは、これは結構ポジティブな要素だと思ってでて、てください <laughs> まあ、なんだろうな、なんか、ああ、こう言ったね、えっとね、七番視点って、えっと、ちゃんと明確に理由があって、 で、えっと、目線を詰めたいっていう理由があるのね。まあ、そこに対して、八番が七番に対して、あ、ちょっと待って。二番。のプレイヤーは発言してください。はい。 まあ7番目線で色落ちがないから頑張った考察っても取れるかなと思ってるし、えーと、単純に、8番がおかしい。単純にね。8番が、えっとね、えっと、1番が白いっていう精査になって、えっとね、8番さんの時点で5番が 1CO の段階で、 9-1ラインっていうのも全然あると思うし、まあその発言のな、発言内で、なんかその、占い師がもう一人出るんじゃないかなっていうのを予測しとったようにも感じたかな。で、8番さん目線だったら多分1、1-2が白く見えるんよ。8の世界線だったら。俺も1番と、まあ似てはないけど、同じような発言しとるんよね。まあ9番さんって4000回ぐらいやって、いまだにわからんのっていう。 それを一番白たぐりにして7番が強人っていう世界線を置いたところかな。<laughs> 7番強人っていうより7番って出方考えるからわざわざ酢村 CEO とかせんでいいと思っとるんよ。霊能とか狩人とか占い師とか選択する余地あるから7番強人でうんそれはちょっと考えにくいかなと思ったから。 あの6七別に違和感ないってところから1番もね8番釣ってから情報釣りでっていう感じでもいいかなって思ってるぐらいかな怪しいとこがないからね8が単体で怪しかったからぐらいですかね3番のプレイヤーは発言してくださいうん2番の言う8番釣りで色を見るっていうのも悪くない方法だと思います。1番は黒で 4番の潜伏とかにのせいで盤面をうまく追えなくなった狼だったら8、1、あれだけ8番が囲われて1番にベタ寄りで、えー、してるのに1番は5番が偽ってことが分かってるはずなんで、えー、4番が出てきても慌てることはないと思うんで 8、1っていうのはないと思うんで、うん、6、7は発言聞いてないんで、ちょっとまだ何度も言えないけど、2番のさっきの考察は聞ける考察だったと思う。4番のプレイヤーは、発言して番だった 1>, 1番にしめようかなと思ってますね。はい、はい。だから俺言ったじゃん。俺9に白持っとるけん。でも俺9に白は持っとるけど、なんかクソみたいなこと言ってんなと思ってるから、だから俺一緒言見たわけ。1番、2番優しいねって。 手だるい声出してってっ俺3番今例の出てるけどにせっぽいと思ったけどね、9に対してそれでしょねあんたらもうセサつくんじゃない ?4 号を比較したときって。5番なんか9番そう思う。9番が言ってることわかるって。あんまりそうしてね、6番7番は狼っぽく見えなかったっすね。6番もだってあの段階からだったら、平和村だったら9はじゃあ釣らなくていいんじゃないですかとか。 言ってるからあんま戦う姿勢がないかなっていう感じがしたし、まあ、7番も素村ですって、多分オ,オカミやったらこれ5と相方だった場合って、多分7つられて、ロラされるな話だと思ってるんで、まあ、1、2にオ,オカミいるかなって、まあ、もしくは8やけどね。8視点でそう、今2番が言ったけど、そうそうそう、2番の今そこでちょっと村は引けたかなと思ってるんよ。8番だとそう世界線的には1、2がよく見えるんよ。9番、まあ、守ってたっていうか、まあ、どっちかっていうとカバーしてる要素だからね。 それだけなんで2番に、2番はならないのって俺も思ってるから。だから2番のその突っ込みは正しかったと思うけど。で、現状から1番ってもうそんなんかで精査一切つけんでしょと思ってるから。まあぐらいで。あんまヘイト変えたくないんかなって思ってるんで。一ずまあ現状が1でいいかなと思ってますけどね。はい。ぐらいで。と思いますけど。はい、まあぐらい、うん。まあよかった。まあ9がある意味狩りで良かったかなと思って。この人黒打たれたらちょっとダメなと思ったっけん、最初。 印象的には、うん、ぐらいただ1番、2番があんまり言わんけん、あれこれどういうこととか思ってっていう感じでしたから、はい、ぐらいですね。現状が1でいいと思います。ははいい番のプレイヤーは発言してくださそこにおいては別に俺も1、2でいいかなって思っていて、その本っていうのは、どちらかというと2番釣りたいんですけど、俺は。はい その論言なら多分8番視点に立った考察上において8番が平和村を想定している状況下に置いておいて91ライン見えるのって論ってそこはおかしいかなって思ってるんですけどね2番の発言上において91見えんじゃないのって発言上においてそういいたってするのか1番が9番に対してって話なんですけどからしたらそれにおいてそこがおかしいって言ってる視点からもう含めるならそこって2番って言ってることおかしいなって俺視点からは思っちゃうよって思います はい。い別に1番、2番がその白、1番だけ白を補給するのはおかしいっていう点だったら、別にそこに置いては納得ができる部分はあるけど、そこ以外でそれで怪しんでる部分があるなら、俺はそこは違うなって思ってます。はい。ってぐらいかな。はい。まあ別に1、2なんでいいです。どちらかというと2番に入りたいですけど。でそこだけ言っておきます。それ以外あんま言うことないです。はい。 <laughs> ってぐらいじゃないかな。だはい。いいなんか特段言うことないす <laughs> それ以外。はーい。六番。のプレイヤーは発言してください。はい。あの。まあ、七番とかの発言で別に。最悪、強人まであるけど、多分村の流れが何に、一番、二番、八番とか。 4五が1二ってことは、ロー狙い行くってこと、うん、じゃあまあ、8、1二の三択の中でやったらいいんじゃないですか。まあ、S 字的とか、まあ、強靭も視野に入れてたら7だけど、誰も7って誰も追わないんでしょもう、この、この位置で。8番ぐらいは7番行ってたぐらいで、9から5まで7番振れないんだったら、じゃあ、8、12でいいじゃないですか。3番も8番もあるんじゃないかと言ってるし、4五は1二行きたいって、まあ、一人に逆になってるから。ロー狙いするってことだよね、多分この村は。 うん、7番とかはローっぽくない。俺もローっぽくないと思われてるみたいなんで。8、1、2の3択の中で投票したらじゃないですか。うん、はい、以上です。はい。7番のプレイヤーは発言してくれさい。さいおそらく4、号は信教なのかなって思って、二陣外潜伏してるっていうところで、なんでかっつったら、8番さんが黒で、強陣の5番さんが8に白打ったから、8は、 7、えー、ずりを一択押して、ファっていったんじゃないかなって思ってるんで、現状はその1番さんが8番さんを否定して、俺の村っていうのを知ってるから、俺にすり寄ってきた18人外5強人で、これはもう決定ですね。はい。フィーンガシャンフィーンガシャンフィーン、スッポン、シコロック完了。1行きます。なて新8番のプレイヤーは、 例の時も別に真面目でも、別に占いから行こうって言ってるだけだからね。番の占いえー、と5番の占いをそもそも七番に使うことがもったいないよ。だから今日は平和村だった場合、見たいじゃん。そもそも七に白が出てま七、7番にしてると思うんら八番の色みたら8八黒だったら五八で終わりこの村はって思ったのと七番誰も終わらないのね。もうこれ。でも7番知らないよもう。知らないよもう。違うと思ってるし、一番から九番ってさ、九番の進行論ってなかなかっていうか初めて。 聞くケースだよねっってていう話から入って1番の中でまあその中で1番、9番の色味をしたときに、経験則上、出会ったことがないんだって言ってる様って、1番が過去のゲームの中から、9番っていうのが人狼やったときていうところに探りを入れてる目線が、1番推理者目線。てて2番から9番ってさ、要はさ、思ったこと言えば村はいいんだよっていうな2番の感想を9番に当ててるだけなんよ。で 8番から9番っていうのは、もともと全然違くて、2番から9番4000回やってるっていう、そういう話をしてるんだけどさ、これってさ、別に回数重ねれば、ぬまることもあると思ってるから、で、特に9番、最近一番トップバッターを引いていることがあってまあな、何を言っていいかわからない、ただ、トップ1やった時にに、占いとレーノが出てほしいっていう9番からの進行を聞いたときに、 <coughs> じゃあ9番ってまあ言った不都合なことが9番に起きたことが過去にあったんでしょって話をしていてなおかつその不都合なことがあったのにもなぜその言葉がなんか言うことないんだよなっていうところから入るのっていう話をてしてるだけだからその村っぽい村っぽくないっていうところは8から9一切触れてないから1番2番の評価が良くなるじゃないから7番だったらもう知らないよ俺も胸が悪いよもうに投票を始めてください ありえん。これじゃないべ。七番狂人五八郎だったら終わりだからね。二だったら一二で五八ったらもうしょうがないじゃない。八番黒かったんだから。はい。八番が悪い。あもう八釣ったらどうせだってクロ誰でも八するんでしょこの。八番のプレイヤーが選ばれました。たもどうせ八釣んだから八でいいじゃん。八でいいじゃん。八でいいじゃん。八番。 番ね、のプレイヤーは発言してください。溢れる、溢れてるほどのクロ釣った,つただ8クローターだったら無理だから。んだけでなおかつ、えっ、ー、と、岸はまあ3守りして、これ、あの、自主点で見たときは、この盤面だよ。 番編の話は五信で見えてる状況で四強陣が潜ってる風に見えるこれあくまで発言的な精査においては四、まあの方が弱飲めるかなと思ってる五番から九番の解釈1周目別にその位置でここはこうだからこうなんだよなって話とか別にいらないと思ってるから僕はそれよりも四番が一番2番優しいなとか言ってる様がまず潜伏してた時に理がありそうやと思ってるけどなぜじゃあ潜伏したって思ってるから よ <laughs>、ねね、夜が来ました。 40打ったらもう真っ黒な時に悲しくならないね。あ、0と騎士はもう1画してるからマーク見てっていう。うん。数字打ち込むのもだるいし。も比較してなかったとか、なんかあの時けど騎士に。手が大きあ、0は。比だったら打たないから。うん。マーク見てってくれれば。あ,あ、3が0ですから、が3がしね。 さあ,あ、あれでかぶっちゃったけど、昨夜は誰も死にませんでした。八番なんでしょう,う。はい、次のゲームいきましょうか。五番でした、ね、のプレイヤーは発言してください。さいそもそも論言っていいですか。なんで俺、八番釣られたのかが全くの謎なんと思ってんすよ。はい。 8番を狼で釣ったっていうシーン効果だったら俺のシーン切りますっていう話ぐらい知ってもらった方がまだありがたいんですけどね。はい。うん。で、しかも西色だからどういう考察しちゃいいんだろうって思ってるんですよ。俺は。どちらかで言うと。で、4が1黒でしょはい。どういう考察しちゃいいんだろうって思ってるんですけど。 どうしようかなって考えてるんですけども。はい。あの、これで1個言いたいのが、村全体として8番の強人を仮に置いたとして、俺って何のために8番釣ったのって話になるんですよ、俺からしたら。はい。ってなるんですけど。 何だろうもう一周回って呆きれてます。はい。でいいですかなんか、なんか頑張る必要性がなくなってきたなって思ってます。だからなんか、このゲーム負けてしまえって思ってます。はい。って話になっちゃってるんで、どうでしょうかね。別に一番釣ってもらっても構いませんって言っときます。 もうなんか672オオカミおったらもうあっぱれでいいっす逆に黒囲いで会ってくれって思ってるぐらいなんですけどはいはいそれぐらいしかなんか浸る機もなくなってきましたなんか取られてもいいなって思ってますはい6番のプレイヤーは発言してください諦めてはいけないんじゃないですか WBC 今やってますよ 日本代表のね、あれをね、誇りを胸にね、あのー、あれですけど、あの、転車来ましたね。あのー、放っときましょう、これ。無視で。えー、はい、無視無視。関わんなくていいんで、転車には。はい。ということで、はい。ということで、はい。うん、転車なんでね。はいあ。とりあえず、はい。えーと、まあ、とりあえず、 どういうふうな組み合わせちょっと自分も考えますよ。ロール囲いなのか普通にベタなパターンなのか7番とかあるのかはいそうですねあの無視で転車なんで天茶天茶はただ妨害したいだけだから気にしなきゃいいだけ無視しましょうゲームしましょうはい7番 のプレイヤーは発言してください五、まあ、番さんに言うのであれば、はいはい、これはちゃんとした考察で8番さんが釣られたっていう別に嵐でもないから、柱発言的なことはやめていただきたいということで、はい、ぐっとこらえて考察してほしかったなといったところですかね。で、おそらく八を釣りたかったっていう人外、1、2、6に、えー、 二人路いると思ってます、僕は。先ほどの思考録を解除しまして、1、2、6に二人路いて、4、5に新境、えー、だと思ってます。はい。なんで、一番さん行きましょう。四、ね、番さんがせっかく黒って言ってるんでね。はい。一、まあ、番さん、ごめんなさいね。いいい黒って言われてるから、もう頭回らなくなってしまったんですよ。一番さんは自分の自信証明をしてください。でなきゃ僕は一番さんしか取りません。九<ー>番。 のプレイヤーは発言してください,ださい7番の4五心境気がわからないです。5番が、えっと、8にしろって出て悔しがる図式がまず強靭っぽくないのと4番が、まあ、初手は、えっとまあ、なんか1から3までその一いたら俺だったら9なんかぶったたくけどねっていうふうに全方位的になんか薄く。 えっと、ヘッド向けてる感じが、強人っぽいと思ったんですけど、8投票してないんですよね。5の後ろ先の。4強人だったら8投票で白白打っていく構図だと思うんですよ。うん、だから7の心境気は分からんす。今の発言の。だから7も若干2日目黒いなとは感じてますけど、分からんすね。ちょっとね、一番その発言聞いて、まあ5一覧で。 1番のプレイヤーは発言出現してください、ねね。はい。木場さん、51ランじゃないですよ。41ランですよ。4番、僕に苦労してるんで。一だよね、えっと、まあ、言いたいことが結構あるんで、まあ、要点、まとてますね。えっとね、まず、4番さんの1周目。えっとね、木場さんに対して、俺が、えー、っと1番、2番の席だった9番に対して、ボロクソ言うけどなって、え9番視点の、 そのボロクソ言いう要素、じゃあ4番さん言ってもらっていいですかっていうのと、えっ、ー、と、4番さん目線、えっ、ー、と、黒じゃないですか。えっ、ー、と、黒って、えっ、ー、と、4番さんで昨日から塗りたがってたわけじゃないですか。はい。1番、2番の生産ってどうやってつけたんですか ?4 番さん。はい。それを教えてくださいね。4番。4番釣りしかないんで、はい。4番釣ってください。 2番のプレイヤーはは発言ししてください、はいいお願いしますまあ難しいけどあ、まあ、5番さんに言うけど8つった理由は俺8番強人40%オオカミ40%村20%ぐらいかなと思って8つってるかな。8番さんが強人だった場合って7が限りなく、えー、白に見えるんよねあの行動って。オオカミってすごくやりにくいと思ってるからまあ分からんけどね。うん そういうオカミもおるけど8番3目線って7番が一番限りなく白に見える狂人だったらだから普通に7番に狂人塗りした8番が狂人の可能性もおったし発言っておかしくて8番のね8番が1番が推理者視点って言ってたけど俺も9番のことを4000回ぐらいしてその考察なのっていう推理者視点落としてるけど2番ずりってなってるよ8番ってだから8がちょっとね怪しく見えちゃって知ってるよねただ 7番がちょっとねおかしくて7番がね581ランで提示するんやったら8釣りなんよ情報釣りで8釣った後に8黒結果出たって5が破綻っていうのが分かるから1に投票する理由がないと思ってるからこれはね47って思ってるかな投票の意図が分かんない7番さんが唱えるえっ、ー、とね5強人81おかみだったら8から釣りゃいいと思っとるし 俺も蜂釣りって言ってるからねで、蜂の情報釣りしてそっからの色審議でいいと思ってるからね7番さんがちょっと怪しく見ちゃったな投票1からするとうん難しいけど俺はねちょっとね5番を死んでみたいかなっていうのがあるから4番に投票しようかなそれぐらい以上3番のプレイヤーは発言してくださいうーんいやっぱ今日はいつか読んで決めなきゃいけないんだけど 俺は1つってみようかなと思うんだよな、うん。8番の色が見えれば、申し訳ないけど、18は完全に、えー、反対側だと思ってるんで、1黒全然あると思うんだよな、5番さん。うん、5番さんが死んで。 申し訳ないけど、五番の白先で色見させてもらって、本当申し訳ない、この上間違えたら本当に申し訳ないんだけど、シンプルに俺はそう思うんだよね。うんだから、俺は1を釣りたいんだけどな。4番のプレイヤーは発言してくださいま7番に狼がいたらあっぱれだって言ってんだから、5番も1釣るよ。 5番って1番の城なんか持ってないし。昨日5番って極端に1番を嫌がってたでしょじゃあ2番でって。2番って、俺ね、えっ、ー、と9番に言っとくけど、12ロロの5番強陣もあるし、51ロロ2強陣もあると思うよ。だって昨日あの段階下で5番が2番釣りたいって2番って納得してんのっていう話になってるし、今1番が9番に対してじゃあいいよって俺言ってんじゃん。気だるい声で言ってるし、やる気あるんかって。 だから俺はその位置だったらって。で俺二周目も言っとるじゃん。じゃあなぜ俺が一周目叩かんかったと思う九番に対して。俺が一番二番の席だったら九番叩くけどなって。九周目持ってるからじゃん。考えたら分かる話やんけ。だから叩かねえよ。九周目なんか持ってなかったら叩いてわ九番なんか。さっさと。はい。だからこの辺人がいるんかなと思ったんよ九番に対して優しすぎるなと思ったから。あんな毛だるい声でってやってるんでっていうね。 47には見えないでしょ、どう考えたって。だったらなんでじゃあ昨日の7段階で7番釣らないのって、2番視点でなるけど、もほぼ全く様子ないよ。ただ俺はその観点で陣がないかなって思ってるんで、はい、でしょそれを今日7で追い出すっておかしいし、5番死んでももう67見てないでしょじゃあ1オじゃん。あなたが信じてる2番が信じてる5番も、67に狼がいたらあっぱれだって言ってんだよ。1の黒囲いでしかないって、41の黒囲いでしかないって、まあ、言ってますけど、まあ、ぐらいですね。 だから五番狂陣の一二ロロかまあ五一ロ,ロの二狂陣かだと思いますよ。はい、まあぐらいで、はい、位置ずりで。投票を始めてください。違う、私じゃありません。何かの間違いです。あ、そうですね。電車のあれだと思うんで、画像が無い時だからあんまりおあの皆さん音聞いてもらうためにあんまり俺言わないんで一あのあれを。 投票です、ね、あまあこういう時なは話しますけど、まあ、音聞いてくださいはい1番のプレイヤーは発言してください,ださいまずね今の4番のね発言で一度黒嘘言ってみろよ4番俺が9番に優しくしたから珍害って4番吸いましたよね それだけ ?1 の黒要素って。なあ、1に比べたときに1の方が黒くなる要素を説明してくださって僕4番さんに言いましたよね。はい。で、7番に言うと、なぜ昨日から1にしか行かないっていう制裁になるの2番さん言うに47なんじゃないかなって。 思いますが。はい。じゃ説明してくださいね、4番。うんずりしかないんです。4番のプレイヤーは発言してください。なかったじゃわかる。じゃあ、あなた言うべきよね。ねなんで言わなかったの言わなかったじゃん、そこで。俺が出てきたことに関しても。潜伏、九しろでって。で、俺が確実に九しろ持ってる発言もしてるじゃん。 9がこれ打たれたらだるいと思っとったけん、9番彼で出てくるって助かったわって俺言っとるじゃん。まあぐらいで。じゃあ1番視点で6、7でつけて、じゃあなんで昨日段階かで言えないの ?8 つったのその場合って。うん。ぐらいだけど。あんまり8番強靭で落ちてないと思ってるんで、やっぱその辺にもあるかなとも思ってますね。現状か。わけわからんなと思ってて。うん。じゃあ1番視点でどこ ?7 番のクロスは何 ?7 番の方がはっきり言ってんじゃん。 ここ釣りますってちゃんと言ってんじゃん。あんた言わんかったじゃん。ここに来て。っていう話かな。だからまあ5番球0の12ロールもあると思うけどね。しかないと思うけど。6番7番自由本望にやってるなと思ってて。うん、ぐらいで。うん。1番ってじゃあどこに9番の村良さを感じたのその日の要素もないから。あなた視点の観点で初週の1周目から9番に観点でそれ持ってて話できればいいけどないじゃん。あ、12なんか優しいなと思ったよ、聞いとって。 だって、けだろそうな声で喋っとってさ <laughs>。ねえ <laughs>。って分かると思うけど。はい。まあ、それぐらいですね。はい。あ,あ、ごめん。9番。ちなみに聞きたいけど、3番声。9番って。これちょっと5番巨人の時だったら誰なと思っててさ。2番狼とかだったらちょっとだるいけんと思って。今日は3号へ。どこをへかちょっと教えてほしいんだけど。まあ、ちょっとそう知りたいなと思ったけど。3号に、あ、オッケーオッケーその場合もうちょっと俺、応援して。 最初、それちょっと2番に色つけようかなと思ってるんで、たぶん、1、2、6、5巨人っていう線もあるから、2番がここに来ても絶対おかしいから、2番詞で絶て5のシはン追えないよ。昨日、釣り位置にも上げられてんのに。でしょで、5も全く精査しないんだから、はい、位置ズり投票を始めてください違う。私じゃありません。何かの間違いです。 夜が来ました。 朝が来ました。昨夜死んだのは3番3番あったか4番のプレイヤーは発言してくださいよいうことはじゃあ5番してはじゃあ6王神だってなるけどこれで6番も分かったと思うけどああこれ結構やりやすくなったなと思っててねうん まあいいや。あとね、6番の強人って否定できるんよ。そもそも6番があの段階下で平和村を認めてしまった場合って、ね、9番も縄にかけたいはずだから。その段階下だったらね。だったら。少なからずかけたいやろ。縄は候補があった方がいいやろ。そこを置くっていうのも多分やんないから。まあぐらいね。あと5番ってもう1周目から精査つけなかったでしょ俺9番の考え方は良かったと思うんだよって。 で、俺に突っ込みはないんでしょ、ね、じゃあなんで4番さん、9番さんに文句言わんすかあ一つその観点になると思うよ。ただ俺がバチクソ強い観点で言ってるから、明かりをつけてこの人を言ってるかもしれないって。多分5番思ったから俺たて何も言わんわけよ。<う>だって9番がものすごくよく思ったわけでしょだったら俺を叩きよって話になるけど。まあ、そもそもが。そもそもがね。はい。まあぐらいなんで。<う>あ、それでも6番が俺に来るって言うんだったら、もう6番強人だわ。 <laughs> もうその場合って6番死んでねだって1狼でしかないのそう俺来るって言ったらもう6番巨人じゃんでも多分薄いと思うけど多分2番巨人で間違いないと思う、はい、話聞いたらもう分かると思うけど、はい、7色で助かりましたはい1番いきます5番のプレイヤーは発言してくださいあのむしろ俺の最大の白要素としてってか新要素として捉えてほしいんですけどって思ってるんですけどはい ってのは簡単に言うなら、俺が仮に狂人もしくは狼の場面かとして7クロ出せば早くねえかって話なんですけど。逆に、だってその視点下に置くなら47ローって追われている、はい、村人たちがいるんすよ。って思ったし。 あの4番からにその論がなんかすごい課題解釈っていうか、拡大解釈されているなって思っていて、その論っていうなら、簡単に言うなら6番、7番って昨日の週までにおいて狼要素がないって、どちらかというと、その思考において8番を釣った理由に関して2番は別に言ったんだけど、その思考においてはっきり明確に言ったのは2番ぐらいであって、ではそこにおいての釣りの理由もまだだとかしてないんですけど、はい。うん。 そこで8番のマダーだって、8番がまだ強靭で40%って置いてる状況下に置いておいて、白が出るのにか,かもしれないって関わらず、そこに釣ってるんだっていう謎の思考だから。ってなってるし、さらに言うのは67であって別に俺41の黒囲いだって断定しているっていうわけではないんですよ。67からただ単にオカミ要素がないだけで別に状況法で41っていう話になるけど、41もなんか微妙だなって話になってるだけなんですけどね。ってだけなんですよ。 だからなんか巨言壁だなって思ってるんですよ、4番の思考が。ってだけ言っておきます。はい。まあ、ただそれぐらいしか言うことないっすよ。はい。6番のプレイヤーは発言してください。はい。まあ、あのか、考えますね、4、5。え、どういう欄なんだろう、今日は。4、5ってことでいいのかな、これ。うん、4か5ってことだよね。どっちか人がってこと。あ、一応、ロール学校にもあるからね。 うん、だから、必ずしも、あれだって言い切れねえし、盤面今考えてみて見てますわ、ゆっくり。本当に、俺にとっては一角するの占い師が。ちょっと待ってね、それこそこちょっと今考えるわ。うん、自分の発言ターンでちょっとまとまんねえから、ちょっと。うん、それで、まあ、自分の中で確定で一角するのであれば、じゃない方に行けばいいけど、一角しないケースも存在するわけでしょ、まだ ちょっと頭の中で考えます。そしてちょっと4号でいいの今日は。普通に考えて。この、この、のランテージは任せますよ、規模に。はい、7番のプレイヤーは発言してください六6番さん、俺に任しください。今日4号のランで4番さんいきましょう。4番さんね。はい。5番さんあの、柱発言からの。 頑張ってね、考察を落としてくれたんで理解しましたよ、五番さん。じゃ四いく。五番さんのその勇気ある行動に僕は一票。君に待って。しょう？四番さんいきます。俺九番のプレイヤーは発言してください。え？四五が死んだと？四一ロ四が死んだと何なの？一五？一七？7? おじゃあ、決まんねえじゃん。俺し点は。俺し点は決まんねえじゃん。てか、9番いねえのかよ。終わりじゃねえかよ。もうこのゲーム。9番いる前提でやってくれよ、マジでよ。 あれ来たら隠すだけなんで、はい、いいです。はい。練習どうせするんで、はい。やえば無言です、これ、本当に。はい。あ、どうで隠せばいいだけだから、はい。もう、それ以外言うことないっていう。隠します。まあ、ていちゃんの練習だからね。練習してきたからね。 一番のプレイヤーは,は発言してください。マジですげえイラついてて。<laughs> ごめんなさいね。ちょっと感情的になるのもあんまりいなくて。<laughs> 最終位置でマジで、あの、大熱をするのにやめてもらえますかよ、四、ま、番。マジで。あの、俺九番に対して村要素九番村っぽいですね、なんて一言も言ってないし。え言ってたけど、<laughs> もうなんか、 あのね、俺は9番に対してね、あの、自分、9番だ、その発言だったら自分の発言で村要一1から8に対して村要素取れるように発言しろって言ってるだけで、9番に対して何も俺は精査落としてないから、4番自身9白持ってんだったら1人じゃあ殴り入れろよ。なあ。それが4の人外要素でしょ。だって、俺だったら入れるけどね、じゃねえよ。じゃあ1人精査入れるよ、お前自身って思うんだけど。 四つり。二番 4, 5, いいのプレイヤーは,は発言してください。あの九番さんあのもう発言も聞いてないけんもう四入れよ。う票ばらけたら負けるけん九番さん。まあそれでいいんじゃない。四い<の>って五いってついたらもう4の選手。四方の正座だったら四番が偽だと思った。はじめ巨人かけてやろう。うん。まあ五番さんになんで八八投票したのか未だに消せないって言われてるけど、まあ四十パー。 巨人もあると思うし40%オオカミもあると思ってるからつって白結果出たからフラットに戻った状態ね俺8番さんおかしいよでも発言はうん5が黒いってじゃなくて8が黒いけん8をつったわけそれだけは納得してうんまあただ4番さんの発言がやっぱりちょっと村っぽく占い師っぽく聞こえんから9番さんが白結果出てて12が9番さんに対する発言が下せないってでも12って評価の仕方は 9番さんを釣り位置に上げてないよね。だったら4番さんって位置に行って白く見えない。それが真逆考察なのよ。4番さんの考察って。もう、まあまあ、それは。わかんないけど、4行ったら目のも、あ、面せえし、もまあ、5番さんが偽だったら4番さん申し訳ないけど、いい9番さんが釣り位置提示してないから、もう4番3ってみんな四番って言ってるから。うん、それぐらいです。4番さんが接合切れなのが悪い。以上。 投票を始めてください。違う、私じゃありません。何かの間違いです。番がまあ、村だったら多分激減すると思うけど、まあ、2番が批判を甘んじて受けて、2って隠しろだよね。7もえまあまあ。4番、のプレイヤーが選ば,、ね、選ばれました。2と7が村だったら知らないよ。巨人だったらもうしょうがないよ、もうこれは。 ういうこで4番のプレイヤーは8番が8番を切りたいとかいう件、こうおかしいことになるんよ。まあ、まあ、そもそもまあ8、まあよほどおかしかったら、ぜひ占らない結果でいいかなと思ってて、マジで強人が多すぎてわからんわ。7番とかも。急に返してきて、で6番もその位置でわからないでしょ。あのセシティンっても一1オカミじゃん。一で現状下1番がて、が何でしょああの俺村ってやつ俺蹴るからな、これはだと。マジで。強人はいい。靭外はいいよ。 ジングは号一はいいよ。え、あと村が二人この中おったわけだから、でしょ？八が強者だっのもマストだねこれね。八がある時点で、もうあれじゃねえかよ。がい夜が来ました。目を閉じてください。メタな要素入ってるけど私はもうめんどくさいから消すのはあれだよね。でも消すとね、このクリアにこの色気果が見えるっていう。皆さんの頭の中が整理されるっていう。うわー。 俺ステージ4-1ロールはあるけど5、5番の1を出しても、うん、5番釣りますよ。だってもう、もう、真の占い8番かもしんないから。これ信じらんないから。4号ど,どっちでも信じないから、もう。これもうありえないと思ってる。これ8番じゃないかなと思って俺は、俺はマジ思ってるんだよね。8番信ないんじゃないかと思ってる俺がいるんだけど。嫌な予感がするんだけど、8番って。転覆してないよね、これ。4番ってあれね、ローで言ってんの 指あれ4番がいい。後人が多すぎて26七五9番がいれば。どういうことなのこれ。昨夜死んだのは、まあ、5番が6クローったら<番>私は戦いますよ。それだけですよ。

で結局、最終盤面も4番は1番のキ<黒>ングウソって全く言ってないよね。4番のそれが2000だよね。だって、まず、大熱像が入って、1, は1のセースをした時に72が黒くな一 1>,、ね、1が黒くなったのって4番自身の口から何もないわけでしょ。ね、戦うよ、ねうん、俺は俺4七だと思ったけど、ありえないよ5七白だからね。 2番のプレイヤーは発言してください。2> 2番は4番が死んだったら申し訳ないけど、4のシーンはでも追えんよ。発言弱いもん。そうそうなの。発言的に1番、20目1番弱い。番も8番、10番,も8番に、1, ってって 1> 番、1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 番、一番、1番、一番、1番、1番、1番、番、1番、1番、番、1番、1番、1 1 本当にこれ2番,番,に 2> 5番さ3と2りしか押してない。2が黒いってえ。5番さんって自分の白先の8白を釣りに上げてるから2番さんが黒く見えてる視点しかないやん。なんかそういう考察がなくて黒い黒いって言ってるからもう発言こうじゃなくて発言精査できんからもう4釣りしかないんよね。で1、2って9にヘイと向けてなくて1が黒いんでしょめちゃくちゃやんと思って。 まあ、六行きます。はい。五番。のプレイヤーは。発言してください。さいまあ、単純に黒要素を上げることはできないんす。がー。まあ、基本本線四六どっか強靭って感じなんすかね。 で仮に6番釣ってそれで終わんなかった場合に関して16ローなんでそれで終わりですって話です。はい。ってな感じです。仮に16だった場合どうなんだろうあ、多分ほぼ16はないと思います。はい。だった場合に関してそれは思考見えてるから。ってだけっすか。 はい。あ、ちょっと、ちょっと、うん、ちょっとだけ言っとくと、4番をかわいたいなっていう点において、俺も発言上においてはなんかむちゃくちゃかもしんないけど、発言力っていうか、その力強さに関してなんか弱いかなっていう部分があるんです,んにですよにね。ありえない最後戦うかられはね、4番のためにね。って感じかな。して、はい。 全女性プレイヤーは、人狼を愛する女性人のために、はい、俺は戦うよ、最後まで。のプレイヤーは発言してください戦いますよ。WBC です。最後まで。ね。村陣営の誇りのために戦いますよ。最後まで。うん。諦めることなんか僕はしませんから。うん。そうですね。まあ、ご苦労さんです。小判教人さん。まあ、6-1ローロですね。 <laughs> というまあ冗談をさておき、46でした。まあ、7番、2番に巨人いたらね、しれっとまあ、5番と1番釣り切りましょうよ。うん、まあ、4番さん、あそこまで言わなくても、私たちの勝ちは確定ですよ。2番、7番がしれっと51釣ってくれますから、5番釣ったらね、ピピーですよ。うん。まあ、27に巨人いますよね。4番、6番だったんですよ、本当は。うん。最後まで試合は諦めてはいけません。まあ、51さん。 2番7番の巨人がいるから、私たちの勝ちですよ。5番捨て終わりましょう以上です !7 番のプレイヤーは<れ>発言してください。えはい、かしこめました。非常に眠い中、まあ、勝ち筋が見えてきたということで。本当ゲームでお疲れさんです。投票を始めてださいありえないでしょ。えなんでヒョちゃんに自釣実自実りするの ヒロちゃんがなんで自ずりすんのありえないでしょ。ヒロちゃんって何者なんですか自ずりすんの諦めない男じゃなかったっけうん。諦めないんです、僕は。六番。このプレイヤーが選ばれました。逆境に勝つゲーム終了。人道の勝ちです。ほぉよし。危ねえ。